皆は元気だったか。ああもちろんじゃき。いいぞ。世話になるな猫。皆先に上陸したと言っちゃった気に討ち入りの真っ最中じゃろう。鬼ヶ島と呼ばれるようになってたのか。あのことは聞く。しかし先に出発したのに俺と同時に着くとは。これじゃ麦わらのルフィに伝言を頼んだ意味がねえよい。ぐるぐるにゃほんまぜえよ。このメモは捨てるか。和の国へ行くって。おう。何しようってんだ和の国で。カイドウ撃つ。やるぜよおでん様の敵討ちじゃき。麦わらの一味も協力してくれるかい。そうか、なおさら行かないわけにはいかねえな。それにしてもよく動いたなマルコ。ああおでんが好きだからな。ダチが命張って守ろうとした故郷だ。ほっとけねえ。ありがとう恩に着る。よせ遅すぎたくらいだ。でもなここがあのおでんの故郷だとはな。和の国の情報は海を越えねえ。豊かだった和の国がここまでの事態だったとは。それも全てはカイドウがため。腹は決まったな。鬼ヶ島に急ぐぞ。何としても皆に追いつかねば。だがどうする。討ち入りは始まってんだ。敵の中をどう合流する。任せるジャキ。わしに名案があるがよ。えっ